こんにちは、トイラボです。今回は2023年2月に発売した新作トミカについて見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。ナンバー10、三菱アウトランダー PHEV。通常版のボディカラーはメタリックレッドで、レッドダイヤモンドを再現した色になっています。フロントライトはシルバーの塗装で再現され、グリル部分は別パーツになっています。側面は EV のロゴの担保印刷、窓枠部分もしっかり塗り分けされていていいですね。リアはテールランプやディフューザーが塗装され、エンブレムなどが担保印刷で再現されています。上から見ても非常に綺麗な色だと思います。アクションはサスペンションとなっています。ナンバー10、三菱アウトランダー PHEV 初回特別仕様。初回特別仕様のボディカラーはメタリックブラックで、ブラックダイヤモンドを再現した色になっています。こちらは少しシルバーの粒子が大きめで、光の加減でキラキラして綺麗ですね。アクションはサスペンションとなっています。ナンバー106、ホンダ CT125 ハンターカブ。ヘッドライトやハンドル周りが塗装されています。タイヤのスポーク部分はクリアパーツですが、凹凸がそれっぽい感じを出していて意外といいです。反対側はマフラーの塗り分けもしっかりされていていいですね。リアはナンバープレート部分にコピーライトが入っています。トミカプレミアムアンリミテッド、ナンバー11、ルパン三世
メルセデスベンツ SSK。 フロントはライト類やグリル、エンブレムなどの塗り分けが細かくていいですね。ボディとホイールは山吹色のような鮮やかなイエローで塗装されています。反対側はエンジンから伸びるエキゾーストパイプも再現されていていいですね。リア部分はバンパーの塗装、スペアタイヤが再現されています。全体的にレトロな感じと渋さがあってかっこいいですね。いかがだったでしょうか。今月の車種もなかなか良かったと思います。ただコスト削減の影響なのかアクションが少なめな気がしますね。今回アンリミテッドは箱になって収納しやすくなったのはいいですが、今までのブリスターとの統一性がなくなってしまったのは少し残念ですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。